ルラ脱毛カウンセリング番組 MC の家田紗也子です。今回はトータルビューティールラのスタッフ浜野さんとお話ししていきます。浜野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回浜野さんとお話しするテーマは、妊娠出産後毛量が戻るって本当？ということなんですが、もしこれが本当なら心配されている方が多そうですけれども、浜野さん、いかがですか？当店に来るお客様とかでも、妊娠中に出産後に脱毛しに来るお客様が多数いらっしゃるんですけども、はい、やはり妊娠中、出産後に毛量が増えてしまったんですって言って駆け込みで来られる方がたくさんいらっしゃって、はい、でその影響というのがやはりホルモンバランスの影響があって、はいはい、でそれで体毛が増えている原因になっているんですけども、じゃあ今回のテーマは戻るって本当？とお聞きしていますけれども、脱毛している方は戻ったという印象があるかもしれませんが、脱毛してない人も増えたなと思ってちょっとびっくりしてサロンに来る方がいらっしゃるってことなんですね。脱毛されてる方もされてない方も、個人差はあるんですけども、はい、増えてしまうことがありますね。いや、ちょっと慣れない妊娠出産という経験の中でちょっと自分の体の変化というのに敏感になっている中で毛が増えるとドキッとしてしまいますよね。そうですよね。それに脱毛をやっぱりされている方もなんで戻ったんだろうっていうふうに、はい、びっくりされることがすごくあって、はい、びっくりされちゃいますし、がっかりする方もいらっしゃるかもしれないですね。よく質問にもあることなので、はい、じゃあそうやってお問い合わせがあった時はスタッフさんたちは大丈夫ですよ、よくあることですよって、アドバイスされるんですね。そうですね、個人差はあるんですけど、一時的にこう生えていなかった場所から生えてしまったりとかすることがあるので、ホルモンの影響なので実際にホルモンバランスが戻れば、はい、理論的には体毛はその脱毛してる方もしてない方もその時の状態に戻るようにはなっているんですけども、はい、なるほど。でも一時的なものかどうか自分では判断できなくて相談されるんですよね、きっとね。脱毛のことって周りの方に相談しづらかったりするので、はい、よく質問されることはすごくありますね。確かに、また個人差があるっていうお話だったので、周りの人になんか毛増えたんだけどって相談しても、私全然大丈夫だったよとか言われたらますます不安になっちゃいますよね。そうですね、すごく心配になりますよねそうですね、特にこう事前にケアをしていた方はツルツルの状態の肌に慣れてたわけですから、また戻ってきてしまったら、ああちょっとどうしようって思ってしまう方が多いですもんね。それこそ脱毛サロンで効果がなかったのかなと、はい、心配される方もたくさんいらっしゃいますね。そうですか、はい、そりゃそうですよね。でも一時的なものかもしれないということなので、ちょっと様子を見たりしてもいいかもしれないですね。ただやっぱり妊娠されたりする方だと、ホルモンの影響になってしまうので戻らない場合もあるんですよね。なるほど、はい、そういう方もいらっしゃるんですね。そうですね、そういう方はまたその都度相談に来てください、一緒に考えていきましょうっていう感じなんですね。そうですね、またちょっと脱毛をしていただく形にはなりますね。はい、なるほど。ホルモンのバランスじゃ仕方ないなと思いますけれども、今妊娠出産後というふうにお話ししてますけれども、妊娠中からもうホルモンバランスの影響でちょっと毛量が増えてきてしまったなという方もきっといらっしゃるってことですよね。妊娠中はやっぱり女性ホルモンと男性ホルモンも同時に増えるので、はい、そもそも妊娠中は脱毛できるんでしたっけ？妊娠中は光脱毛はできないんですけども、はい、安定期やあとお医者様からの許可を得ていればブラジリアンワックスの方はできますね。あ、
そうなんですね。じゃあ出産時のことが心配だなという方はブラジリアンワックスは施術が受けられる場合があるということですね。はい、うん、なので妊娠中に出産前に VIO など の脱毛ワックスに来られる方はたくさんいらっしゃいますね。なるほど。もう妊娠出産を考えている場合はその前もそしてその妊娠中も出産後もこうサロンさんにお世話になれば体の毛の悩みっていうのはかなり軽減できそうですね。やっぱり毛が生えてくることによってストレスもかかってくると思うので、うん、少しでも、はい、脱毛してストレスが軽減できればいいなと思いますね、はい、そうですね。わかりました。ありがとうございます、浜野さん。はい、ありがとうございました。はい、今回は浜野さんに妊娠出産後毛量が戻るって本当というお話させていただきました。番組ホームページに質問フォームがありますので、脱毛に関する質問や毛についてのお悩みがあればお気軽にお寄せください。